はい、皆さん、こんにちはえ。今日も健康ダイエットに役立つトピックについて解説していきます。今日は味の素は体に悪いのかっていう話ですね。有名な料理研究家の方が味の素の宣伝にも出ていまして、レシピでもよく使ってるので、その度に 味の素は体に悪いんじゃないかっていう人がいるんですね。まあ、それで論争が巻き起こって、まあ、つい最近もまたそれが盛り上がっていたんですけども、まあ、この味の素という、いわゆる旨味調味料とか化学調味料と言われるものなんですけども、まあ、それについてこの機会に解説したいんですが、まあ、僕自身の考えを先に言うと、まあ、ほとんどの人にとっては、 味の素自体がすぐ体に悪いっていうことはないと思うんですけども、あるタイプの人の場合は、体とか脳に予想外のダメージを与えてしまう場合があるので、どういうタイプの人が味の素みたいな旨味調味料はちょっと減らした方がいいのかっていうことをお伝えしていきます。で、それと以外別にですね、す、ま、べ、あ、ての人にとってああいう旨味調味料というものですね、ちょっとへ 使いすぎない方がいいという理由もありますので、まあそれについても後半でお話ししていきます。うん。はい。まず味の素とは何なのかっていうことからなんですけども、これはですね、いわゆる旨味調味料と言われてまして、まあ、科学的に合成されたグルタミン酸ナトリウムのことなんですね。このグルタミン酸というものが天然の旨味成分と言われてまして、まあそもそも人間の味覚が えー、検知する旨味というものはですね、日本人が発見したんですけども、だから英語でもそのまま旨味らしいんですが、この科学的に言うとグルタミン酸という成分が旨味のもとだということが分かったわけですね。で、これグルタミン酸以外にも色々ありまして、特に3つ有名な旨味成分というのが、グルタミン酸とイノシン酸とグアニル酸というのがありまして、 グルタミン酸が多く含まれているのは、例えば昆布とかトマトとかマッシュルームとかチーズとかですよね。まあ、一般的にだしがよく出ると旨みを感じられるようなもので、イノシン酸っていうのは動物性のものからよく出てきて、煮干しとか、えー、鰹節とかですねで。あとグアニル酸はし、えー、キノコ系が多いので、シイタケとか松茸とかの旨みですね。まあ そういった形で天然の旨味成分ってあるんですけども、このグルタミン酸をナトリウムと結合させることによって、品質を安定させて、ああいう塩みたいな形でパラパラと使えるようにしたもの、これが味の素なんですね。で、グルタミン酸とナトリウムを科学的に合成しているので、最初は化学調味料と言われていたんですね。だから化学調味料っていうのはグルタミン酸ナトリウムのことなんですけども、まあ、 あの最近になってそういう製法がかなり増えてきたのであんまり定義が曖昧になってきてですね化学調味料っていう言葉はあんまり使われなくなってきて最近はうまみ調味料ということが言われてるわけですねですから化学調味料不使用とかっていうもの最近ありますけどもそもそも化学調味料の定義があんまりないっていうことなんですね、まあ、一般的にはこのグルタミン酸ナトリウムのことを指すよっていう話ですね それでじゃあ、このグルタミン酸ナトリウムっていうのはどういうものかという話なんですけども、まあ、科学的に合成されているとはいえ、まあ、体内に吸収されたら、非常に速やかにグルタミン酸とナトリウムに分解されちゃうんですねで。グルタミン酸っていうのはアミノ酸で、ナトリウムはミネラルですけども、まあ、どっちも本来人間の体にとっては必須の栄養素なんですね。体の中でちゃんと使われるものです。 でナトリウムっていうのはもともと塩のもとですから、まあ、塩が体に必須だっていうのは皆さんご存知だと思うんですけども、グルタミン酸というのも体にとっては非常に重要なもので、特に脳内で神経伝達物質として働くわけですね。で特に脳の興奮系を司る神経伝達物質ですので、まあ、脳を活性化してよく働くようにするっていう働きには、 このグルタミン酸が不可欠なわけですね。そして、このグルタミン酸も体内でどんどん代謝されて姿を変えていくんですけども、その中の一つがギャバとっていうものがありまして、結構ギャバって皆さん聞いたことあると思うんですけども、これは脳のリラックスを司る物質でもあるんですね。脳を、えー、ギャバ入りチョコレートでメンタルが安定するとかっていう、 商品もたまにありますけども、脳のリラックスを司る物質にもなるし、本来は脳の活性化、脳の興奮を司る神経伝達物質でもあるので、結構脳に作用する物質であるということを覚えておいて、い覚えておいてほしいんですねで。通常の人であれば、えー、正常に代謝できれば、えー、特に問題っていうのは起こらないですね。本来は、 まあ、体に必要なものですから、まあ、味の素で料理にちょっと使うくらいで、いきなり何か問題が起こるっていうことは基本的にはないですね。じゃあ基本的じゃない人にとっては結構問題が起こるっていうことなんですね。そしてこのグルタミン酸とメンタルの影響っていうことなんですけども、これ体でグルタミン酸の代謝に異常がある人の場合、体内にグルタミン酸とかギャバが過剰になってしまう。 ことがあるんですね。で、慢性的な脳の興奮状態が続いてしまうということなんです。グルタミン酸はさっきも言ったように脳を活性化して興奮状態にさせる神経伝達物質ですから、これが過剰になると脳が慢性的にずっと興奮した状態になって、これが精神系の不調を引き起こすと言われているんですね。で、精神系の不調といえば、例えば統合失調症とか、強迫性障害とか、 不安障害、あと、うつ病とか、あと、自閉症とか ADHD みたいな発達障害と言われる障害も、まあ、実はグルタミン酸代謝に異常があって、脳にグルタミン酸が過剰に蓄積してしまうことが原因の一つであるとも言われているわけですね。だから、メンタルに不調をきたしやすい人というのは、このグルタミン酸代謝が弱いという可能性があるんですね。 これはまだ仮説の段階で完全に解明されているわけではないですから、まあ、いろんな研究がされているところなんですけども、少なくとも統合失調症とか自閉症とか、うつ病の方の脳を調べてみると、グルタミン酸が過剰になっているというケースがかなり多いので、まあ、その関連は強いんじゃないかと言われているわけですね。まあ、そういう、この統合失調症とかうつ病とかですね、そういう医者に診断されて、 診断名がつかないような段階でも、やっぱりちょっとメンタルを病みやすいとか、えー、猫、あの、なんていうんですかね、気分が塞ぎ込んで、体の不調も起きてしまうとか、あとは、そうですね、集中力が全然続かないとか、あの、全然眠れなくなってしまうとか、そういうメンタルの不調をきたしやすい人というのは、このグルタミン酸ナトリウムによ、 の影響も脳に受けやすい人である可能性が高いので、まあ、そういう人というのはこのうま味調味料ですね味の素みたいなグルタミン酸ナトリウムの摂取もちょっと増やしすぎない方がいいと、えー、減らした方がいいという可能性が高いわけですねそしてもう一つこのうま味調味料と味覚の問題についても言いたいんですけどもこれはメンタルだけじゃなくて、まあ、ほぼ全員の人に当てはまる。 問題なんですがこの味の素みたいなうまみ調味料っていうのは料理に簡単にうまみが足されるので味が一瞬で決まりやすいのでひ、まあ、一言で言えば料理が楽になるんですね、まあ、だからみんな使うんだと思いますけどもこのグルタミン酸っていうのはさっきも言ったように脳の興奮系を司りますからこのグルタミン酸による脳の興奮によって これはうまいと感じているのかもしれないわけで、実を言うとこれはやっぱり麻薬的でもあるわけですね。脳を興奮させることによって、ああうまいって感じさせてるんであれば、そこに脳が依存症とか耐性を持ってしまうということは考えられるので、まあ、簡単に言うと濃い味に慣れすぎてしまうわけですね。うま味調味料を使ってない料理に、料理の味に満足できなくなってしまうというケースがありまして、 これは体感的にも皆さんわかると思うんですけども、そういう味の濃い料理ばっかり食べてると、味の濃い料理じゃないと満足できなくなって、まあ、薄味になれ、薄味を美味しいと感じられなくなってしまうわけですね。素材本来の味とかっていうよりは、調味料をどんどん足した料理じゃないと満足できなくなっちゃうので、まあ、それによって濃い味に慣れすぎて、 まあ、味の濃いものっていうのは大抵体に悪いですから、まあ、特にそういう旨味調味料を大量に使ってるような加工食品っていうのは、旨味調味料以外の、えー、食品添加物も大量に使ってることが多いんですけども、まあ、食品添加物っていうのは亜鉛の吸収を阻害したりとか、亜鉛っていうのは体内で非常にいろんな下毒の酵素の働きに関わってますから、食品添加物を大量に取ることで亜鉛の 消費量が増えてしまって、体内で亜鉛が減ったりするんですね。亜鉛というのは味覚を保つのに必ず必要な栄養素ですから、実は味覚障害の原因の半分くらいは亜鉛不足であると言われているんですね。ですから、うま味調味料を使いすぎると薄味で満足できなくなるし、うま味調味料とか一緒についてくる食品添加物で亜鉛不足になって、亜鉛不足によって味覚が狂って、 味の濃いものじゃないと味を感じられなくなるという面もあるわけですね。そして味の濃いものっていうのは大抵体に悪いですから、そういうものを食べ過ぎてると結果的に病気になってしまうと。まあ、ですから味の素が直接的に体に悪いわけじゃなくても、味の素に慣れすぎることによって結果的に健康を壊してしまうということが あるので、まあやっぱりですね、結論から言うと、若いうちからある程度薄味に慣れといた方がいいので、味の素みたいなのはあんまり使いすぎない方がいいというのは、まあ、確実にあると思いますね。まあ、今日のまとめとしましては、まあ、味の素みたいな、 グルタミン酸ナトリウムっていうのは普通の人にとってはよっぽどのことがない限りはそこまで問題にはならないですけどもちょっとメンタルを崩しやすい人にとってはこのグルタミン酸っていうのが予想以上にダメージを与えている可能性があるので控えておいた方がいいかもしれないということとあと確実に言えるのは味の濃いものに慣れすぎると結果的に体を壊しやすいので薄味にちょっと慣れておく素材の味を楽しむっていうことを 覚えるためにもあんまり多用しすぎない方がいいということですね。まあ、今日の動画役に立ったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。